皆さんこんにちは。今回やっていきます。でも今日はお祭りのこと忘れてた。やばい、お祭り。このことすっかり忘れてました。どうも。すごい楽しい。なんだよ、結構だよ。よしよし。なんか最近すぐ忘れちゃうんだけど、お祭りじゃなくても家のこと考えてる。間違えて参加できなくなっちゃった。
綺麗。とっても綺麗。写真一枚撮らせて。めっちゃ綺麗だね。綺麗なんだな。もうずっと冬でいいよ。本当ちょっと待って、切り株がなくなった。よし、なら今日は化石掘りだ。僕みかんでも食べとこう。ふぅふぅふぅ。なんか激減してるな。よしよし。よしよし。よしよし。
いいな、来た。おはよう。ようこそ伸びて、朝って苦手で。わあ。ありがとう。イエーイ。これさ、ほんと。価値の長い通路に切っていったら、よし。そうだ、この2日前の楽しみです。店に見せに行こうかな。こんにちは。あれ、ケンはいないの？まあまあ。こんにちは、のび太くん。ケンは今日遊びに行ってるのよ。そうなの？そっか、見せたいものがあったのに残念だな。え、何？これだよ、虫。うわー、ひどうしたの？やれやれ。チッコはね、虫が苦手なのよ。え？虫が？またチッコが虫見てビビってる。ほら！ケン、お兄ちゃんのことをそんな風に言うのはやめなさい。お？伸びた、来ただろうか。うん。虫を捕まえたから、それでチッコが逃げてったのか。はははは。おい、のび太。ねえ、チックさん大丈夫？あ、え、うん、あ、ごめんね、大丈夫。本当に大丈夫じゃないか。で、苦手なんだ、虫。チックさん、足が震えてる。ねえ、虫がそんなに苦手なら、ケンの家にいっぱい虫がいるのは平気なの。だから僕は離れに住んでるんだ。そうだったんだ。それじゃダメだってそう思ってるんだけど。だけど、でも嫌いなのは仕方ないと思うんだけどな。それでも僕兄だしね、弟の名前らもしっかりなんな。そっか、兄弟っていうのは大変なんだね。そのび太には兄弟はいないのか？僕はいないんだ。たまに弟が欲しいなとか思ったりするけど。そうなんだ。一人よりには賑やかで楽しいよね。やめなければだけど。ごめんね、もう落ち着いてきたから。そうそう、戻るね。そう、それならよかった。ごめん、またいつでも来てね。ありがとう。うわー、イエーイ。あら、大丈夫かな。おい、結構稼いでたわ。
でも今度どこでもらうんやろ。そうだ、ドラマのところに連れて行ってもらおう。じゃあそう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 、そう思えばのび太の格好育ててもらうんだ。ドラえもんの格好でしょ。てかスミックって誰？これとかスナックみたいな名前つってんの。Hey!
とな。大事にしろよ。価値のある高いものなんだからな。なんか冬っていろんなものがリアルになるんだね、思ったけど。
ってね。えい、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 ほっ、えい、頑張れのび太。何とかなんか食べていかなきゃ。
なんか食べるもんあったかな。食べ物をください。私もこんなにドキドキしたことなんてほとんどないってぐらい今めっちゃドキドキしてます。
金鉱石がある。おやすみ。のび太くんドラム。すごいよ。のび太くん街の人でみんなと仲良くなった。そうなんだ。実はプレゼント。え、なになに？僕をイメージしたカカシだよ。パツシーさんが作ってくれたんだ。せっかくだからのび太くんの牧場に置いてよ。ありがとう。ありがとう。僕が待ってるから欲しい時に声かけてね。頑張れ。じゃあそれじゃあこれからもみんなと仲良くね。これで引っ越しされてきたのね。ガーン。金鉱石は本当に本当大切なものなんで。このドラえもんのかかしを置いてから終わりたいと思います。はい、今回置く場所はここです。じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。今回はめっちゃ成長したと思うのでみんな見てね。あ、見てねじゃない、見てくれてありがとう。みんなグッド登録お願いします。それでは皆さんバイバーイ。